杉薬局プレゼンツ教えて薬剤先生、薬や健康にまつわる話題をお届けする教えて薬剤先生。今日のテーマはこちらです。セルフメディケーションについて。平均寿命が長くなり、いかに健康に生活できる期間を延ばすかということに関心が高まっています。そこで注目されているのがセルフメディケーションです。今日はセルフメディケーションについて先生にお話をお聞きします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、今注目されているセルフメディケーションとはどういうものでしょうか？はい、セルフメディケーションとは自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることです。風邪や腹痛、軽い怪我などの体調不良を起こすことがあります。そんな時は薬局やドラッグストアで購入できる OTC 薬品を上手に利用し、自分で手当てするセルフメディケーションが役立ちます。具体的には、風邪をひいた時に風邪薬を飲む、腰が痛い時に湿布薬を貼るといったことです。自分に合った薬を適切に使用するためにも、薬剤師に相談してアドバイスを受けることをお勧めします。先生、セルフメディケーション税制という言葉も耳にするのですが、どういう制度なのでしょうか？はい、このセルフメディケーション税制は医療費控除の特例として、 OTC 薬品のうち、対象となる薬品を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。世帯での年間購入額が12,000円以上の場合、健康診断や予防接種を受けているといった条件を満たせば、セルフメディケーション税制の利用が可能です。薬局やドラッグストアで医薬品を購入する際に、対象商品であるかの確認やレシートの保存を行いましょう。詳しくは厚生労働省のホームページをご覧いただくのがいいと思います。セルフメディケーション税制なども活用し、積極的に自分の健康管理に関わっていくことが大切ですね。今日のポイント、セルフメディケーションについて。セルフメディケーションとは、自分自身の健康に責任を持ち、軽度な体の不調は自分で手当てすることです。自分の健康状態を確認し、健康管理の意識を高めていきましょう。セルフメディケーションの際には、遠慮なく薬剤師を頼りましょう。教えて薬剤先生、次回のテーマはこちらです。ぜひご覧ください。番組をご覧の皆様に抽選で杉薬局の商品券が当たるアンケートを実施しています。こちらのメールに空メールを送ってください。アンケートとキーワードを記載していただき送信してください。